牧順天は、第一共和国、第二共和国、第三共和国時代の韓国における女性政治家である。最大野党の党首も務めるなど韓国における女性政治家の草分け的存在として知られている。右から四人目の人物が、牧順天。左から三人目の人物は、超務継承南道の両藩の家に生まれた。1917年に、 富山の女学校を卒業後、馬山の義心旅学校に教師として赴任した。在職中の1919 19年に発生した3.1独立運動に参加して逮捕され、1年間服役。その後、日本に渡り、日本女子大学で勉学に励み1926年に同校を卒業した。1945年8月、日本敗戦による植民地支配からの解放後、 新宅統治反対運動に関わり、建国婦女同盟副委員長、独立促成愛国婦人会副会長、大韓婦人会会長を歴任し、1950年5月に行われた総選挙に出馬して初当選した。当初は、李正万大統領と行動を共にしていたが、死者誤入会権事件以降は他元は勝ち、与党自由党の腐敗政治に反対する闘争を行うようになった。 1955年、新翼期や院前、超務、超日の枝間などと共に民主党の結成に参加した。以後、1958年、1960年の総選挙で当選を重ねたが、1961年の5.16、軍事クーデターで成立した、軍事政権によって1963年まで政治活動を禁止された。 1963年2月に政治活動が解禁されると再建された民主党の総裁に就任。1965年に民政党と民主党が合同して結成された民衆党の党大会で院前を抑えて代表最高委員に就任した。1967年に結成された新民党では顧問に就任している。この間、通算で5回当選しており、 2012年4月の第19代総選挙で、僕国が五選を果たすまで、韓国における女性政治家で5選議員は、彼女が唯一であった。1972年に政界を引退後、軽気度安養の金明学校理事長に就任。陸イ州追悼記念事業会理事長や、国政諮問委員など要職を歴任した。ありがとうございます。